きチャンネル。こんにちは。見る目があるのは誰だ。伊達へね、まあ今まで打率ホームランはね、やってましたけども、はい、なんでですね、みんなが忙しすぎて、今日は開幕すぎて、もう4月19日です。はい。打率と打点は、まあ、あれ開幕前にやってるから、打率とホームランか、うん。ホームランは開幕前にやってるから、はい、その中でやったけども、もう嘘ついても仕方ないから、はい、俺はもう正直にね、はい、今日は4月19日です、うん。だからもう山川も2打席連続満塁ホームラン打った後です。はい。もうそれだけでも打点始まってる。だって言っても、それをね、はい、若干、まあ、17試合、うん、だ1割ね、約1割試合終わったけども、その中も見ながら全員公平に、はい、ね、だから皆さんももうそれ見た中での一緒にね、はい、やってみてください。それで、ね、ルールは簡単、うん、打点ですから、はい、全員足した数の中で一番打点が多い人が勝ち、はい、で被ったら取れます、うんうん、で12球団1人ずつ選ばなきゃいけないドラフト戦、はい、はい、そうです。ドラフト1位もう始まってるからね、はい、山川今パ・リーグで打点王だけど、はい、2試合で、あ、2打席満塁ホームラン8ついてるから。そうそう、あれでかいからね。はい。あれなかったらだってね。もうまだ4だから。そうなのよ。うん。周りが打つからね。はい。そうなんです。さあ、ドラウト1位で。さあ。え、これ被ったら取れないですか？被ったら取れない。で、打点はもう純粋に足した数だけ。足した数だけ。多い人が勝ち。うん。だって去年だって俺、マルちゃんね、ヤクルトのマルちゃんになっちゃって、はい、打点ずっとゼロだって、うん、悲惨だったから。そうですね。あれにしようよ。打点ゼロになっちゃうと、はい、マイナス、30点にしようよ。ゼロだったら？うん。そしたらもう絶対1はついてる人選んじゃいますよ。いやいや、それだって選べない可能性あるじゃん。あ、まあ、かぶってね。かぶってね。もう、こっから来るって言って。ゼロだったね。はい。ゼロだった。はい。さあ、じゃあ、選んでいきますか。最後、最後のドラフト1位ね。はい、いいですか？もう、この人決めてます、ね。俺も決めてる。はい。いやー、かぶりたくないなー。せーの。岡本おぉそんなことある？だって、巨人難しいから。いや、岡本いいよ。いや、そりゃそうよ。全員岡本ある、そんなの。いや、でもだって、確実性あるじゃないですか。そう考えると、はい、岡本ってすごいね。すごい。全員で、だって、岡本って全員揃うんだよ。はい。俺、岡本、今も、日本のもうね、伊達もだね。いや、そうですよね。もう岡本ってみんな言うから。すごい。いや、すごいっすよ。まあ、でも、このゲーム、面白いのが、その球団に他にも選びたい人がいるかにもよるわけですよ。それもあるんですよ。そうなんですよ。うん、さあ、じゃあ岡本選手は殿堂入り消えました。うん、じゃあ次どこ行こうかな。今調子いいだけのパターンもあるからね。そうなんです。1年間見なきゃいけないからね。そうなんですよ。だから誰行こうかなってなるんですよね。俺もここ行こうかな。はい、いいですよ。いきますか。いいですか。はい、はい、せーの、浅村。え、浅村。ああ、私中田翔選手。おお、僕オスナ。俺ちょっと申し訳ないんですけど、楽天さんやっぱりちょっとあんまり、そうですね、うん、やっぱ浅村が多くなるんちゃうかっていうところで、はい、確かに打点、あとホームランと打率、私やっぱ先に浅村選手来ましたもんね。うん、浅村さん、中田翔、あー、いいね、いいね、うん、やっぱ中田翔大きいよね、深いっすよ、深いっすよ。ディカーソンじゃなくてもいい？大丈夫です。大丈夫、はい、リカーソンじゃなくていい、リカーソンでいいんじゃないですか。ビシエド、あ、もうお二人譲りますよ。ビシエド、ビシエド、ビシエドいるね。私は中田翔選手。ビシエドトレードするぞ、噂バンバン出るから。先生誰だったっけ。僕、オスナ。オスナ、はい。さあ次、次どうしようかな。じゃあよし、決めました。 OK、 決めました。せーの、細川。坂本選手。俺、細川。あ、中日。中日と同じ。ちょっと中田翔いなくなったから、はい、もう早めに細川行こうっていう。私ももう中日の2人のどっちかかなと思って、先に行こうと思って。僕、こんちゃんね。こんちゃん。いやー、次。これ、あれだからね、誰がすごいっていうより、取り方だからね。そうなんですよ。問題はね。問題は取り方だから。よし、OK。はい。うわ、ちょっと待ってください。決めた。はい、いいですか。はい、せーの、マキセデーニョ。マキ、横浜、セデーニョ、はい、セデーニョいいからでいい。はい、音は外。あー、外ね。外、よし、
え、もう決めました？うん。早いな、佐藤さん。はい、大丈夫ですよ。え、じゃあもう私決めました。はい。いいですか？はい。せーの、サカカ！アギラ。アギラ。はい。トロサキ。トロサキ。おー、一気にセーブになった。セーブ。俺、サカクラ。はい。セーブ早いね、いなくなったの。はい。え、先生が？トロサキ。僕はもうトロサキ。じゃあ、ゆっくりセーブは考えよう。はい。セーブ難しいよ、ほんと。正直。そうですね。アギラ派？アギラ派。俺はどちらかというとトロサキ派だったよ。そうなんですよ。ちょっと確実性なんですよ。バカアウトの子はアギラ。はい。確実性はトロサキ。そうなんです。試合を出ること考えたら、僕トロサキなんですよ。使ってくれるって信じてる。バカってるからね。一歩間違えてホームラン量産していったらね。うん。もっと調整できたらってところもあるので。そう。カープいないよ。いないですね。だってもう、レイドルズと、ね、名前も忘れちゃった。シャーマンじゃなくて。シャイナーね。いなくなっちゃった。はい。ああ、私その辺めっちゃ選んでる気がする。だって私、めちゃくちゃ外国人選手選んだんですよ。打率とかバッとあるからね。そうですね。チャイナーって呼べてないよ。怖いよ。答えは半年後。そうですね。さあ、誰行こう。さあ、五巡。でもここからいきなり怪我しなくなるパターンもあるからね。うん。先生、OK？ はい、大丈夫ですよ。うん。OK です。はい。いや。せーの。カノア。ジャイアンツ門脇、うん、私ヤクルトサンタナ選手、ちょっとまた外国人選手だらけなんですけど。あら、ヤクルト村上人気ない、ね、村上人気ないね、うん、そうですね、これから打つけどね。いやでももうその村上選手かサンタナ選手迷った、うん、けど後で潰し合いするのが怖くて。確かにね、はい、先生だね。僕辰巳。あー、楽天の。さあ次。はいはいはい、いいですか。はい、せーの、まんちゃん。あ、え、まんなみ。はい。おはよう。まんちゃん。俺さっき門脇先かまんなみ先か迷ったんだよね。え、誰？私宮崎選手。ああ、お父さん。で、オリックスの元宮崎。で、あのセガサミーの。うん。浜野プーさんでお願いします。浜野プーさん。はい。ってことは、じゃあ先生と佐藤さんもう一回取り直しですね。そうだ、うそー。今、万波選手、万波、この順位で取れたらかなり、いや、そうですね、ラッキーだったのに。難しいですよね、日本ハムって。難しい、うん、規定に到達するのかなとかも考えちゃうし、打席数もらえるのかなって考えちゃうんですよね。だから万波は絶対ね、絶対に取るからね。うん、じゃあ行くよ、せーの、マリエル・マルティス。おお、マルちゃんね。アリエルですね。で、先生が誰？松郷さん。ああ、松本郷、うん、私決めました、次。はいはい、よし、オッケー、決めた。せーの、森下。おお。何やってんだよお前。森下でしょ。いやな、まあまあ、誰ですか。私ポランコ選手取って。ああ、ポランコね、うん。おい、俺がまたまた。いや、森下でしょ。うん、まあ、勝負強いですよね。勝負強いんですよ、うん、あとは3番に入ってたら、うん、近本、中野が出るから、うん、足速いから犠牲フライとか、うん、なんかでも打点取れるかなと思って俺は森下に行ったのに、うん、何やってんの。よし、 OK。せーの、佐藤。いや違うで。え、佐藤、う違う佐藤や。あ、違う佐藤。いや、てる。てる言ってないやんね。佐藤ですよ。佐藤いっぱいいるから。阪神だって佐藤じゃない。パンチじゃない。パンチ。え、パンチじゃない。パンチ佐藤。セーブの佐藤ちゃん。佐藤言うて。セーブ。でも佐藤、あの、殿崎取ってるんで、セーブは。てる。てるの？てる。てるでしょ。いや、危ないよ、いなくなるよ。もう私はもう諦めるしかなくなってくる。俺はなんぼ調子悪いって言っても、まあバンバン打つから、うん、結局は稼ぐやろうと思って、うん、もうじゃあそうしかないよな。はい。そしたら、まあ、浜川さん潰しはあってね、うん、もう私もちゃんも阪神も諦めるしかないですね。ええわ。ああ、
取っちゃってるから、はい、みんなが潰し合ってるんで2人が。いや、ミエセスいるんで、まだ2人いるんですか。2人で、はい、いいですか。はい、せーの、近山。あ、そっち、あ、そっち行きました。俺はもうこどっち行こうかなと思って、はい、あの迷って最初から迷ってて俺、うん、サトテルの時から近本にしようかなと思ってたけど、いやでもどう頑張っても50やろと思って、うん、一番やからね、一番やからってなった時にやっぱり爆発力あるのはサトテル、うん、加藤とサトテル行って次も大山と近本と思ったけど、もうかぶりまくったらもう大山も近本も全員なくなしていこうと思って、私ももう全員何なら潰し合ってくれぐらいの感じで全員なくなして、はい、最後もう本当にもう中野とか、うん、木南とか、はい、そこからと思って私もで、あの大山にしたもん、はい、こっから爆発してくれるやろうと思って、うん、まあね、うん、4番ですから、うん、そうそうそう、じゃあ私も決めてます、決めてる、はい、そうそうだよね、うん、よし、 OK、はい、せーの、やばやば、うわうわ、待ってくれ待って、これ潰し合いするやつじゃん、ありがとうございます。そんなにじっくり時間あったのに山川もっとあってやん、いやいやいや、もうだってここで取んないと潰し合いすると思って先行こうと思う、俺3回連続かぶってんだけど、万波たどてる、うわ森下やっと、じゃあもう次もかぶっちゃうじゃん、もうじゃあもう潰しちゃおうか、潰しちゃいますか、しょうがないですね、これはもう2人で犠牲になるしかないです、せーの、柳田。まあでもそれだったらもう言っといてよ、俺柳田にしたのに、うわー本当ですよね、うん、俺どっち、俺はもうあ、今度いなくなったから、うん、まあ聞いたから山川どっちか取ればいいやと思って、私もそうだったんですよ、うん、潰しそう本当ですよ、いや、お佐藤さんもうなんで先来るんですか。これはあかんよ、これはきつい、これはあかんよ、これはあかんよ、絶対上位来るからね、これかなりのマイナスポイント、はい、マイナスですよ、うん、だって近藤と山川と柳田取られへんねんで、はい、どうするよ、ありがとうございます、いやこれ3人いるから後でいいと思ってたんですよ、うん、いや俺もだよ、だからでも最後に2人ともソフトバンク残しちゃった時に、うん、あやばいってなるんで、いやだからまあだから俺ももうそろそろちょっとかぶりすぎてるから、いやそうなんです、これ危険性から回避するためにいったらまさかの、いやまさかのです、いやもうでもこの人でしょう、やっぱいいですか、はい、え、また潰します、いやわかんない、よかった、はい、じゃせーの、クリア、はい、どっちどっちかなと思ったんですよ、はい、私今宮選手にします、危ないね、本当危なかった、去年のマルちゃん浜田ぐらいになりかけた、はい、柳田山川とどうす、きつい、これきついな、先生誰だったっけ、小園、あ、小園、あ、ディクトーク、あ、DNA のピッチャーの、いやいや、あ、小園健太投手、健太投げ入るわ、二刀流、先生柳ダメでしょそしたら私もあと全部あの自由に選べます、あ、そうだ、はい、サッさん誰って言うんですか、栗原ですよ、栗原、いや、めぐみじゃないよ、高間さん誰ですか、私今宮選手、あ、今宮選手、私じゃあもうあと阪神、広島、楽天、日本ハム2人とも選んでるので自由に選びます、じゃあ俺あとこれでしょ、じゃあ俺と先生だけね、はい、 OK、 はい、決めた、はい、うん、いい、はい、どうぞ、せーの、中川、はい、中川、あ、おー、あれも今いないですよね、怪我しましたね、いいんだよ、いいんですか、戻ってます、これはもうあの中川か森か頓宮か、そうですね、のどれかで回って、はい、で全員50打点ぐらい、うん、って考えたらまあユーティリティ性もあるから俺中川にしようと、で先生は西川さん、僕森、あ、森選手、はい、実績、森生さんいっぱいいますもんね、鎌田さん誰ですか、私がもうあと自由に選べるので、はい、阪神中野選手、うん、広島菊池選手、じゃあ俺ヤクルト村上ね、皆さん取ってないからね、はい、私楽天村林選手にします、おー、勝負じゃなくていい、はい出てないこと多いので村林選手は多分お仕事で絶対出るんで、効果があるよ、パンチ力あるよ、ありますよね、では何番目入るかもね、そう大事だからね、やっぱ1番とかになるとどんなに頑張っても50打点ぐらいになっちゃうかな、結構村上選手長打力もあるんですよね、うん、僕ジャイアンツ丸にします、はい、で、DeNA が筒香
おお。新しいとこ来ましたね。はい、バウアーとか好きやからね。好きやからね、こういうの。で中日は田中美希やで、ね。はい。はい。これで終わりですね。いや、俺、西武誰にしようかな。里達頑張ってるけどね。ねえ。頑張ってますね、さん。これでの挽回待つ？これでの。古賀。いや、難しい、西武。いや、難しい。俺も小賀にするわ。ね、やっぱりね、そうやと思います。使われるから。はい。いなくなることないから。そうなんです。出なくなって。で、ロッテ。だってロッテ、だってポランコ外がいないだけでしょ。山口。山口かな。山口が一番硬いかな。あの山口にするわ。俺、うまくいったら万波も山川も止めてたのにな。やっぱ選ぶ順番ですよね、私は山川。だって、万波と山川だったら、打点100はなくなってるからって、俺、この自分の得点から。ね。そう、先に万波選手行けばよかったなってありますよね。ああ。私、じゃあ、日本ハムは郡司選手。おお。清宮こうちゃんじゃなくていいですか？はい、大丈夫です。で、レイ、レイじゃなくていい？大丈夫です。野村は野村。ジェームズ。さあ、ということで、はいね、答えは半年後ですから。はい。ね。皆さんね。だから、これ見て、うん、まあ、皆さんの予想をするとともに、うん、誰が勝つっていう投票もしてほしいよね、うん、はい、これを見て結構いい選手潰し合っちゃってますからね。そう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 、岡本選手、岡本、万波、森下、山川、柳田潰れてますから。いやー、ほんとこれ結構ですよ。俺150点ぐらい損してるそうですね、うん、だってそれ囲ってるの全部俺絡んでるからね。あ、全部ですか。あ、全部だ。うん、ほんとだ、私2つ絡んでる。さあ、ということで皆さんね、はい、投票してみてください、誰が勝つか。はい。